もう、最後から2番目の配信やってきました。皆さんありがとうございます。早速お星様投げてくださってすごく心強いです。ありがとうございます。はい、ですね、最初に自己紹介しますと、私はゆすこと福島由香です。福島県出身で、ソロのアイドル、そして同時にアイドル専門誌、ラックアイドルパスという雑誌を編集、取材をしながらライブ活動を行う日本初の本格編集アイドルとして活動しています。そしてこのショールーム配信なんですけれども、皆さん、今日はイベントの最終日ということで、こちらにもありますとおり、テレビユー福島さんの月金 S さんっていう番組の、リポーターを決めるオーディション参加させてもらっておりまして、そのイベントのもう最後の日なんですよ。なので、ちょっと差し迫ってきてはいるんですけれども、最後の最後まで諦めることなく上だけを目指して、もう勝ちに行く気持ちで行きたいなと思いますので、皆さんぜひお星様とかカウント、あと拡散とかお力いただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思ってます。はい、早速本当に皆さんありがとうございます。アロハさん、アロハ、アロハってことで、今日アロハシャツ着てくればよかった。よろしくお願いします。で、ゆったんさん、ライブお中枢ってことで、お中枢様でございます。さっき終わったんです。再生さん、ちら、ありがとうございます。ちらり、ありがとうございます。そして、名古屋の山ちゃん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。そして、鍋風さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。お願いします。みやもんさん、ゆすちゃん、お中枢様です。ってことで、こちらこそありがとうございます。で、皆さん、日曜日のね、このね、ちびまる子ちゃんが終わって、サザエさんに切り替わったあたりのタイミングでね、忙しいと思うんですけど、ありがとうございますね。赤羽さんもこんばんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。今、私はですね、リンカネさんのノアさんの生誕公演に出させてもらっていて、はい、もう出番は30分前に終わりまして、まあ30分前までステージにいたんですけど、 ダッシュで、はい、ちょっと配信会場までやってきました。はい、なので、もうバッチリな感じで、全員総力戦でね、ここに赤べこたちもこうスタンバってる状態で、クリーンボックスもいて、ここには福島ユナイテッド FC さんの猛ユニもいる状態で今やってます。はい、TKB さん、こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやー、ということで、もうね、ライブで結構パワーを出し切ったと思わせて、もちろんここからちょっと補給をして、配信、そして物販特典会に行きたいなと思うんですけど、もう本当にノアさんお誕生日を改めましておめでたいんですよ。で、ちょっとね、今私中抜けでこうやらせてもらってることはすごい恐縮なんですけども、思いは楽屋でもね、届けてきたので いろんなお話をしてね、届けてきたのでいいんですけど、まあ、やばい、めっちゃ跳ねた、なんか水みたいなものが、うわお、あお 青とか言って、いや、そしてこの部屋にはですね、あれはないのかな、何か。今ちょっと私は実はですね、ちょっと準備をしながらあれだったんですけど、ライブの後といえばやっぱチルしたくてですね、いや、なんか本当に皆さんのおかげでいい楽しいステージになってめっちゃ面白かったんですよ。なので、ちょっとね、今ご飯を今更ながら食べたいなと思ってたんですけど、ちょっと待ってください。やばいぞ、大ピンチ、食べるあれがない 箸的な存在がない。でも、待って、私は何でも結構持ち歩いてるタイプだから、ワンチャンあるかな。なさそう。待って、さすがの私もそんな、なんかマッキーしかない。やば、開けちゃったじゃんか。どうしましょう。ということで、クッシーさん、こんにちは。ありがとうございます。来てくださって、よろしくお願いします。はい、これから、阿部詩選手の決勝なんですよ。そうなんですか。今私は決勝にぶつけてしまいました。皆さん、すみませぬ。いやー、そうですよね。オリンピックですもんね。ユスも生まれ変わったらオリンピアンになりたいのです。前も言ったと思うんですけど、ね、いつもオリンピックの選手とかスポーツ選手からね、頑張る力をもらってるので、
じゃあちょっとデザートに食べようと思ってたものを先に食べようかな。ね、温めちゃったけど、まあまあしょうがないってことで。え、かわゆささん、お疲れのスタンプありがとうございます。たくさん10個もいただいてしまいました。ありがとうございます。嬉しいね、癒されました。今ので本当に、いや、ライブの前はですね、こちら昨日もちょっと紹介したんですけども、松本養蜂総本場さんと丹治製菓さんのあのこのなんだプロポリスののど飴をいただきました。これは本当にいいのど飴で、私今まで本当に過去いろんなプロポリス試してきた中でも、あの刺激が少ないのにもかかわらずめちゃくちゃ効くっていう、優しく喉に膜を作ってくれるのど飴です。あ、宮坊さん、ゆしちゃんは今でも金メダルですってことで、ありがとうございます。現世でも金メダル宮坊さんから今いただいたので、私はじゃあ金ということでありがとうございます。すごい嬉しい、心強いです、ありがたき。じゃあね、そうね、最初にじゃあ紹介したいこと、デザートのつもりだったが、じゃーん、こちらです。大好き、みんな大好き、芋栗沙太郎さん、イエーイということで、皆さんもう本当に私がいつも普段からお世話になっている芋栗沙太郎さんをちょっと先にね、いただこうかななんて思います。沙太郎さん、ありがとうございますっていうそうなんですよ、これ本当に美味しいんですよね。あの芋栗沙太郎さんは、あの桃色クローバー Z さんとコラボして、あの桃黒沙太郎っていうコラボ商品も出してる福島県のメーカーです。メーカーオブメーカーです。そしてこういう時に限ってね、開かないんですね、神様の意地悪。おい、開いてくれ。おーい、ちょ、沙太郎さん意地悪だな。ちょっといつも一発で開くのにこういう時ね、あるんですよね。ちょっとじゃあ穴を開けて、よし、分かった、分かりました。はい、大好きな芋栗沙太郎氏、じゃーん。これちょっと今誰かスクショ撮ってもらっていいですか。実は物撮りしてないんですよ。はい、撮ったかな、そんなできるかな。まあ誰か撮ったと信じてそれを拾いに行こうという魂胆でしたまあまあまあいいとしよう。よし、じゃあいただこうかなと思います。あ、落としちゃった。でも大丈夫、大丈夫でした。いただきます。いやー、ふるさとの味がしますね。うん、まあ美味しいです。ライブの後に食べる沙太郎さんはなお美味しい。よかった、美味しそう。赤羽さん、赤羽だるまさん、ありがとうございます。赤羽さんのだるまさん、ありがとうございます。うん、まあ美味しい、やっぱり天才だ。本当にね、芋栗沙太郎さんはね、あの冷凍しても美味しい。でも私はなんかね、ちょっと焼くと美味しいとも聞きます。なんか風味が豊かになるの、さらにとろっとして、うん、あ、優勝しますか。美味しいの、いや美味しいな、やっぱり、うん、あの間違いないです。本当にあの福島駅とか郡山駅前の飲み上げ売り場でぜひ皆さん買ってください、芋栗沙太郎さん。ちなみに福島ユナイテッド FC さんね、あの福島のね、誇るね、サッカー、もうね J2 に上がれるんじゃないかという今勢い満点の福島ユナイテッド FC さんのサポーター企業さんですからね。芋栗沙太郎マッチがあるぐらいですよ。すごいことですよ、それは。なのでみんなでね、食べて応援しましょう。たくさんね、通販もやってるので、あとでツイッター貼ります。はい、あとそうですね、
これもちょっと私の大好きなのポッケに入れておきたいお供、こちらです。じゃじゃん、おやつタイムさんのもうめちゃくちゃ有名ベストセラー商品、福島のドライ桃、あ、セミドライ桃、あ、え、間違えた、桃でもいいですよ、ごめんなさいごめんなさい、大変失礼しました、あのごめんなさい、桃と間違えましたけど、でももうリンゴ、私が最初から食べたかったのはリンゴなんですよあの福島県って桃とリンゴと梨、本当にぶどうもですけど、なんかもうほんとフルーツ王国なんですよ。なので私もうリンゴが食べたくてしょうがなかったんです。リンゴですブラックホール、これ、あ、はちみつ、さっきもあり、いや、ありがとうございます、なんか忙しいのに、本当本当にありがたき、転勤中、え、かなさん転勤するんですか、あ、転換中か、転換中、なんか、かなさんありがとうございます、今日あの現場もそうなんですけども、で、なんかあの本当にゆず僭越ながらみたいな感じでこうやってやらせてもらっちゃって配信、もうノア様にもすいませんですけど本当にありがとうございます。転換してるそうです、皆さん転勤じゃないです。はちみつ兄さん、何ですかこの素敵な、何か、なんだろう、わからないけどオリンピアンですかね、なんか可愛いの、ありがとうございます。猫ですか、ありがとうございます。うれ、あ、校長先生だ、ちらん来てくれてありがとうございますね、ツイッターとかもありがとうございますで、この後会えるのかな、あ、レインボースター、ありがとうございます、校長先生いただきました、嬉しい、やったん、あ、かなさん花ありがとうございます、すごい、あのさっきあのブラックホールの前にね、あのあったスタンドフラワーみたいに綺麗な花、ありがとうございます。で、これは笑っていいところですか、間違っちゃったけど、でも私は本当最初からリンゴが食べたかったんですよ今回。だって桃の紹介したじゃないですか序盤で、このイベントの、でもリンゴの紹介考えてみたらしなかったから、これはもうねぴったり開けたいと思います。いや、間違えるわけないじゃないですか、最初からリンゴが食べたかったんですよ私は、どう見てもリンゴ、どう考えてもリンゴです。リンゴってでかく書いてありますけど、ちょっと食べていいか、先にもういただきます。あー、おいしい、おいしいですね、もうおいしいを通り越しておいしいです。うん、これ品種なんだべなって思って、なんだろう、名は書いてないですけど、これでも絶対にあの駅前に売ってる野物さんとかでも売ってるんですけども、うん、本当に素敵なことですよ、あの桃源郷って呼ばれるほどの美しさのあるこの桜の花の名所も福島にはあるって紹介されてるんですけども、その春、まあ、リンゴとともにどうですかってことですよね。うん、美味しいですねこれは。うん、なので最初からリンゴを食べたかった私でした。うんうん、ありがとうございます。あ、かなさんハートこんなにありがとうございます。あー嬉しいわ、ブラックホールから。かさん最後まで頑張ってくださいゆかまるでばい、ノアノアまるに対抗していきましょう、頑張りますね、え、ちょっと EX 大使の方も頑張ります、ちょっと後でまたツイートします。たのっちさんお辻様です、ありがとうございます、こちらもよろしくお願いします。あ、ちっちちゃんが来てくれてる、皆さんあの入り内島あかね様がちょっとそんななんかでもレインボースター投げてくださったんですね今、本当になんかその気持ちがもう嬉しすぎてびっくりです。私どうちっちちゃんにお返ししたらいいのか、やばいですよね、あの向こう10年ぐらいかけて恩返ししになんないなと思ってます。いやー、びっくりしました、忙しいのに嬉しいな本当に。確かに今日リンゴでしたね、リンゴですね、リンゴ食べましょう。これでいいのか分かりませんが、スクショツイッターに、ありがとうございます、あ、よかった、これでちゃんと芋栗沙太郎さんを紹介した証拠が、食べたいな、こんばんは大佐さん、こんばんイース、ありがとうございます、よろしくお願いします。そしてですね、序盤ではこのスイーツを紹介したんですけども、私は何と言ってもですね、やっぱ福島県に皆さんこうやっぱ来てほしいって思いが多分誰よりも強いんですよ、怖いぐらいに執着がすごいということで何をおっしゃって
ってるんですかって、いやいや本当にだって私だって何もできてないんですよ、ちちちゃんに。なのでちちちゃん本当に申し訳なさすぎて、もう恥ずかしいです、私そういう存在が。でも必ずや恩返しをさせてもらいたいなって思ってます。もう、ね、口だけじゃなくて、これは本当に。でも本当に福島県の話でもそうなんですけど、めちゃくちゃやっぱいいところなんですね。まあ、皆さん絶対それは伝わってきてると思うんですよ。で、ちょっと東京と比べるとどんなところがちょっと面白いかっていうか、なんかお得なのかってことをちょっと言いたくて。で、東京の皆さんはすいません。でも福島すごいいいこといっぱいあります。あ、たいちゅんさん、金メダルありがとうございます。すごい、もう私金メダル取れました。ありがとうございます。つって表彰台上がります、いっぱいしていただいてます。何もしないんですよ本当に。皆さんこれはあのしずちゃんが謙虚だからそう言ってくれてるので、私はねだもうダメですよね本当に。阿部詩選手、そうなんですか、ちょっと今テレビつけていいですかってぐらいすいません、全然追いつけてないんですよ今回。金メダルちょうど今取ったんですか、じゃあ私も取らんなんないわこれに続いてね。これ着てちょっと撮りますわ。したら、あ、ナーさんありがとうございます。速報、宮本さんもありがとうございます。なんか申し訳ないな、私ちゃんと見れてなくて。もうじゃあもうひとまずこれね、東京と比べての話になっちゃってすいませんの駆け足になっちゃって。あの福島県すごいんですよ、まず面積が 6.3 倍、こんな東京の6倍ですよ。もうこれはもう勝ちましたね東京にそして人口はなんと1/8ってことは、人口密度がって考えたら、あの本当に広々とこの土地を利用できるってこと考えたら、我々は本当に素敵な場所に住んでます。そして車の保有率所有率は3倍です。だから車社会です皆さん。でも私は免許を持ってません、困りました。そして平均帰宅時間、皆さん東京の方とか関東の方ってすっごい大変じゃないですか、1時間半かかりましたとかってよくあると思うんですけど、平均的な帰宅時間が東京よりも45分間も早いです。なので自分時間を大事にできる、そう考えたらやっぱり福島に住むっていう選択肢以外考えられないんじゃないかなって。福島にも職いっぱいあるんでね、僕免許あるから乗せてあげるよありがとうございます、約束ですよ本当に。いやー、そっか、やっぱ金メダルのね、ちょっと今見たいけど、なんちゃんですかちなみにここに今あるんでね、テレビが。あ、赤羽さん花束ありがとうございます。その花束を掲げて私も表彰台に上がりたい。福島で免許ないで大変だっぺよってことで、アロハさん、そうですね、そうなんだっけ、めっちゃ大変なんだっけ。でもね、あのまああの全部歩きと電車で東北本線で、だから私東北本線で行けるところでしか生活圏できないっていうか生活できないです。あとバス福島交通ですね。ごちゃん、テレ朝さん、あ、テレ朝系列さんで今やってるんですね。そうですよね、私もさっきじゃないけど、そうですね、バドミントンと柔道かな、あれなんか見てました、準備しながら。現地なら安く済むしチャリより楽なのでは。確かに楽ですよね。いや、ちょっと危険ですよね私。うわー、私待って、いやあと3時間しかないのか、慌てますねこれは。まあ、泣いても笑ってもなんで、さっきステージの上でもその胸ぶつけてきたんでね、なんとかしてて、楽屋でね、大変なの私もうあとこれしかないのってキャンディーゴーゴーって人たちの前で言ってたら、うるさいって言われました。なんだろうみたいな、いつも以上にうるさいんだけどって言われて、なんかでもみんなが応援してくれたし、ユスはねこのままじゃね悔しい思いするから悔いなくやりたいのって楽屋でずっと演説してたら、なんかみたいな、なんか言ってもユスがそういう風に言うのは確かに珍しいね、うるさいけどねって言われました。だからでもね、勝たなきゃいけない時ってあるんですよね、人生ってものはね。なのでね、そこで言っててね、そうすごいね、うるさいって言われました星さんにも言われました、スタッフにも。そういえば中通りは都会、そうです、都会だと思ってます、生きてます、それで頑張ってください。あ、アリネーだ、渡辺アリちゃんがさ、あ、だるまさんじゃなくてクマさん、くれましてとか言って
え、そんなそんな、ちょっとそう、なんか高級なやつをちょっとあれね、そんなそんな、なんかそんなと言ったらあれなんですけど、ありがたい、本当にそんな、なんか私あれね、なんかあの銀のテープいっぱい投げるね、あのあれで、そあれだよ、本当はちょっと今度テデベアとたこ焼きをおごるね。どうしよう、アイスもバラの花もだるまさんも持ってくね、白川だるまっていう有名なだるまが福島県にあるので、うわー本当にうるさいとして、うるさい女として誇り高く生きてくれ。楽屋でねうるさいって言われたからね、うるさいのはいつもそっちなのにねって思う。なんて言えないですけどね、そんなことは言えないけど、そんな話をしてました。ちょっとありね、ちょっとそれはちょっとすごい、なんかあの申し訳ないぐらいだな本当に。何をおごろっかな、やっぱなんか福島牛おごろっかな、やっぱ福島で恩返しがしたい、ありねえに。それはじゃあちちちゃんもそうです、もう福島牛っていうブランド牛があるので、あーそれだな、それですね。本当に皆さんふるさと納税してください、ぜひ福島県に。あ、よっちさんこんばんゆさ、ありがとうございます、よろしくお願いします。福島の日本酒飲んでますか、よっちさんね、頑張りゆす。そうですね、ありね、ありね、戦い長いんですよ実は。さっき聞いてね、あの配信前に8月9日までですか、マシバラミストースポってめちゃくちゃ長いなと思ってて、だからそうやって頑張ってる存在が身近にいて一緒にこう駆け抜けてるので、私もこのイベント今日で終わっちゃうんですけど、終わったらまたありねえにちょっと応援しに行きたいです。面白い配信してます、なんか肉じゃが作ってますありね。そうね、福島牛でちょっと肉じゃが作りましょう。そしたら落ち着いて日本語話そうか、わらすごいよっちさんになだめられちゃった。よっちさんいつも穏やかなのにね、本当になんか言われましたよね、ゆっさんちょっとがめついぞって言われました。でもそうじゃないの、本当に勝たんなんない時ってあるから、ありますからね。勝つっていうか、なんかその皆さんの応援はすごい、もうすでにもうめちゃくちゃいただいてるので、ここからは私がどれだけこう福島のこととかどれだけなんかその伝えるお仕事がしたいかってことを伝えることが大事だなと思ってますね。昔バイト先にいた福島の女の訛りが好きだったんです。女ってまあでも私今日今訛ってないですけどね、あの訛っちゃうとちょっとさ、あのね、あれじゃないですか、あれなのでちょっと訛ってないです今は。赤羽さんハート、赤羽ハートありがとうございます。やっぱね、赤羽さんのハートすごい熱いですからね。今日は休館日。ダメです、よっちさん。今日はね、福島の日本酒飲んでください、絶対に。今日飲まないで、いつ飲むのって感じですよ。皆さんもそうですよ。そこに皆さんいらっしゃいますけど、そちらの顔していらっしゃる皆さん、絶対今日は福島に関するものとか、名産とか、福島の画像とかでもいいです。見ながら、この配信を見届けてもらって、次、最後の枠なんですよ。もうこの枠がもうあと5分で終わっちゃうから、最後の枠で、どれだけの人が福島に移住してくれるかぐらいな気持ちで。だってなぜかっていうと、月金 S さんは福島県での放送です。で、 YouTube ももちろんやってるけど、やっぱね、みんながね福島に来てくれて生でね月金 S さん見たらすごいから、もうそうですね、と今日この回でやろうと思ったことをちょっと後でやろうかな。ちょっといろんな地域の家賃を調べてきたので、皆さんリアルな話になります。最終枠はもう移住を率先して来たいですね。本当に東京長くいると標準語になってしまうようだ。まあ敬語だとなりますね、正直言うと。でもまあ私とちょっと面倒くさいぐらい喋ってる人はんって、うん、なんかなまってるなと思う方は多いみたいです。俺は麦茶と緑茶しか飲まねえ。いやいや、落語カフェより飲みましょうね、絶対に。それから日本酒です、日本酒、福島の今でしょ。そうですよ、今ですよね、アロハさん。もう今アロハシャツを着て、もうなんならなんかもう常磐ハワイアンズ、ハワイアンズにもう今から夜行バスので予約取るぐらいの勢いで、皆さんぜひとも見てほしいですね。いずれ福島に住むのありだと思ってる。絶対住んでください、私も絶対福島県に住むので。すみませんが、あ、すみませんがは今のは申し訳ないですがの方です。もう東京の方には申し訳ないですけど、やっぱ福島推しで行きたいです。よっちさん、福島館で買ったしじみエキスを海苔食べたよってことで、あのさ、あそこに、うん、分かりますよ、もうどこにどこのラックにあるかも分かる、それぐらいのレベルでミレッテさんに通ってるので、で皆さんもぜひ福島館、日本橋、神田駅近くにありますので行ってみてください。
で、こういう、あ、これはね、ミレッツさんじゃないんだよな、買ったのはね。うまくてしょうがねえとか。これは野茂野さん、東京駅の野茂野さん、丸の内線の方で買えますね。そうなんですよ。でもみんながね、買うのは、美味しいものとかもそうなんですけど、もしかしたら先に買えるのは、やっぱり私が歌ってるラブ福島っていう名曲かもしれないですね。この福島県をテーマにした楽曲。特にラブ福島に関しては、先ほどのライブで歌わせてもらいまして、あの、ラブノアマルで歌わせてもらいました。そう、最近生誕をね、お祝いするイベントに呼んでもらうことが多くて、ラブ福島をわーって熱唱してきたわけですよ。でもこちらのハンサムウーマンも福島県テーマで、で、今日カップリングの福寿ドライブっていう楽曲があるんですけど、これも福島の福を福島由香がもう福福福でトリプル福でお届けするよっていう福を投げつけるみたいな勢いのある楽曲を歌わせてもらいました。ね、なんかそんな感じで、あの曲も含めて愛してもらいたいし、そういう面も含めて私は応援していきたいんですよ。ね、なんかその自分がその売れるとかそういうのも当たり前にそのアイドルって大事だと思うんですけど、というかもう本当に恩返しをしたいんですよ。だからこういう曲を歌わせてもらって、まあ少しずつでも浸透していったらいいなみたいには思ってます。その浸透っていう言葉の裏の意味は洗脳ですよ皆さん。洗脳を福島で頭をいっぱいにしてもらう、洗脳って意味が込められておりますので、覚悟して見ててもらえたら嬉しいなって思います。もうなんかいろんな人の気持ちがあるからみんなに届けたいですね。ね、明日から仕事続くから日本語は我慢、あ、日本酒か、間違えた、日本語だったらどうしたと思いました、間違ったぞ。ね、福島県テーマの曲って言ったらラブ福島と、そうそう、それぐらいの勢いでいきたいなと思います。あ、赤丸さん、白川だるまありがとうございます。ふう、嬉しいです、本当に嬉しいな。アイナ福島なら歌えるけど、アイナ福島、じゃあラブ福島で、次は、次こそそこにラブ福島をお願いいたします。あ、たくさんの、本当に赤丸さんのだるまさん輝いてます。ゴールドだるまありがとうございます。ゴールドだるまで、わらじかつうか、あ、わらじかつぎましょう、みんなでこうやってわらじ祭り行きましょう。で、わらじ祭りの練習してましたよね。あのわらじ祭りの中の人をよくしていただいてるんですけども、わらじ祭りの準備をみんな一生懸命やってましたよね。わらじ祭り行きたいです。私も今すぐにでも飛んで行きたいですよね。了解ってことで、了解お願いします。あ、もうやばい、もう8分か。うわー、もうどうしましょう。皆さん話に夢中になってたらあと1分で終わっちゃうんですが、本当に残り最後の枠は21時半からなので、どうかどうか皆さんね、来てほしいなと思います。5位まで6万、うわー、もう1個でもランク上げたいな。なんか それでなんかみんなになんかこう前進したってところを一緒にこうわーってなりたいですね。もうそう思ってますね。最後まで本当に何が起こるかわからないので、諦めることなく突き抜けていきたいです。でね、今日はね、もう一個のバトルの方も改めて告知するので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。ということで、この後ちょっと物販がありますので、よろしくお願いいたします。あと25分後にお会いしましょう。それでは、またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさい。お星様投げて。